はい、今回もドラクエウォークやっていきたいと思います。はい、今回は仲間モンスターの継承ガチャ、お別れの方をしていきたいと思います。ということで、まあ、いい継承玉がね、取れたらいいなと思います。というわけでですね、まあ、今回は、まあ、こういうラインナップに、なっております。ということで、早速ですね、やっていきたいと思います。まずですね、はい、一つ目ピエロ、10匹とお別れしていきたいと思います。はい、ちょっとラインナップ見ていきましょうか。A なしですね。メラ呪文 A、イオナズン、はい、A なし、はい、イオ呪文 A、イオナズンとイオ呪文 A、はい、イオナズン、はい、A なし、はい、大義体制 A ですね。この大義体制がね、まあ、結構、貴重かなと思います。はい、イオナズンということで、まあ、S ちょっとなかったですかね。はい、まあまあいいでしょう。ということで、行きましょう。はい。いいやつ来るといいですけどね。はい。まあ今回は、まあすぐ、素早さゲーム B が最高でしたね。はい。ということで、はい。まあどんどん行きましょう。次はですね、スカルゴン10匹と、お別れですね。はい。はい。10匹行きましょう。スカルゴンはね、ドルマ呪文 S とか持ってたと思います。まあ、はい。というわけで、あ、ジバリア耐性 S。あ、いいですね。はい。ドルマ呪文 A。はい。ドルマ呪文 A。A なし。はい。攻撃魔力 A。はい。ジバリア耐性 S。はい。はい。A なし。はい。A なし。はい。はい。A なし。はい。攻撃魔力 A ということで、まあ、ジバリア耐性 S2 つありましたよね。まあ、S ちょっと欲しいですね。ということで、まあ、ちょっと残念ですね。はい。結局 A 以上なかったですね。はい。ということで、まあ、2回連続ですね。まあ、A 以上の継承玉がなかったということになります。はい。ではですね、次は、はい。ちょっと、これを飛ばしてですね、まあ、ちょっと、はい。というわけで、ちょっと相当かけますね。はい。まあ、スライムナイト行きましょうか。はい。スライムナイト、10匹とお別れ、していきます。はい。ということで、はい。10匹行きましょう。見ていきましょうか。はい。A なし。はい。守備弦耐性 A。はい。セイントインパクト。はい。A なし。イオ耐性 A。はい。イオ耐性 A。はい。A なし。はい、A なし。はい、A なし。はい、守備弦耐性、ちょっとラインナップがね、いまいちでしたね。はい。まあいいや、とりあえず行きましょう。お別れです。はい。イオ耐性 A が2ついただきました。まあこれはまずまずでしょうか。はい、イオ耐性 A5 個になりました。はい。ということで次ですね。はい、キラーパンサー10匹とお別れしていきます。はい。ということで、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10ということで、キラーパンサーね、未だに私、素早さ S 出せたことがありません。はい、クリムゾンバード、混乱耐性 A、麻痺成功率 A、はい、はい、A なし。はい、A なし。A なし。A なし。あ、ちょっと残念ですね。はい。A なし。はい。麻痺成功率 A。はい。素早さ S 起きました。これがね、ちょっと未だに取り出せてないんですよね。まあ、ね、このラインナップに入っ、そもそも入ってこないこともね、まあ、お分かりのように、ちょっと S 出すの難しそうですね。はい。クリムゾンバードですね。はい。はい。クリムゾンバードと麻痺成功率 A。はい、麻痺成功率 A ということで、まあ、素早さ S 抜けたら、まあ、最高ですね。はい。というわけでお願いします。はい、素早さ S 来い！はい、残念。はい。麻痺成功率 A ということで、いやー、素早さ S のチャンスね、今回はもう残念な結果となりました。ということで、とりあえず、まあ、はい、1万歩族、4種類終わりました。で、まぁ、ちょっと番外編みたいな感じで、こちらですね、ズッキーニャだったかな。はい。とりあえず10匹とですね、お別れをしていきたいと思います。はい。
まあ、とりあえずこれはもうラインナップ、まあ基本的にはもうメダパニダンスですね。はい、これが落とせればというところになります。はい、というわけでまあラインナップ、あの、見ずに行きましょう。では行きます。はいはい、ということで残念ながらメダパニパダンスを落とせずという感じですね。まあ複数個ねもあるんでそんな足りてないわけじゃないですけど、まあでもね、もうあると便利かなという感じです。はい。A のね、継承玉として。はい。ではですね、次、13000個族行きましょう。エレメント系のヘルクラウダーと、あとは、テンタクルスは水系で、シャドウサタン、悪魔系だったかなというところで、はい。その3種類とお別れをしていきたいと思います。ヘルクラウダーね、レイン呪文 S とか持ってて、るやつがいるといいですかね。はい。ちょっとラインナップ見て、はい。最大 HP S。はい。ギガデイン。はい。ギガデイン。はい。守備力 S。はい。まあ、これもいいですね。はい。A なし。はい。守備力 S。ギガデイン。はい。斬撃耐性 S でギガデイン。あ、優秀ですね。あの、はい。ヘルクラウダー優秀。はい。斬撃耐性 S。はい。はい。A なし。はい、最大 HP A ということで、まあ、斬撃耐性 S とかね、いいですよね。はい、ということで行きましょう。お願いします。はい、守備力 S いただきました。はい、ね、あの、守備力 S。ちょっとね、あの、使ってしまっててなかったんで、ようやく1個となりましたね。はい、はい。ありがとうございます。まあ、これは良かったですね。守備力 S。1個ゲットできました。はい、ではですね、次は、テンタクルスかな。はい。テンタクルス10匹とお別れしましょう。まあ、テンタクルスもね、あの、継承玉の候補は非常に優秀ですね。個体としてはね、ちょっといまいちなんですけれど。はい。ということで、10匹いたかな？あ、いましたね。はい。というわけで、ラインナップ見ていきましょう。はい。双翼の追撃。はい。ヒャドブレス A。まあ、ヒャドと獣耐性 A。はい。A なし。双翼の追撃と対義耐性 A ですね。はい。ヒャド呪文 A。はい、ヒャド呪文 A。はい、対義耐性 A。はい。マヒャドとヒャド呪文 A。はい、ヒャド呪文 S。はい、これが欲しいですね。はい、ヒャド呪文 S。これが本命かなというところで行きましょう。お別れ。はい、どうだ。あー、ちょっと残念ですね。ヒャド呪文 A でした。はい。だけでしたね。はい。というわけで、ちょっと残念な感じですね。まあまあ、さっさと行きましょう。次に、すいません、ギガンテス最後に行きますけど、はい、シャドウサタン行きましょうか。はい。はい。シャドウサタン10匹とお別れしていきます。はい、では行きます。ラインナップ見ていきましょう。攻撃魔力 A。はい、ターン MP 回復 A いらないっす。はい、A なし。はい、A なし。デイン呪文 A。はい、A なし。ギガデイン。はい、デイン呪文 A。はい。ヒャド耐性 A と、マシン耐性 A。はい。A なし。まあ、ちょっと今回ね、あの、シャドウサタンラインナップイマイチでした。まあ、お別れしていきましょう。はい。というわけで、まあ、ちょっとね、残念でしたね。デイン呪文 S ね、ちょっと落とせていないので、そろそろ欲しいところです。ではですね、あの、最後、ギガンテスとお別れしていきます。ギガンテスね、あの、20匹、お別れしていきます。はい。というわけで、まあ、ちょっとここはね、あの、期待していきたいなと思います。まあ、18000歩族ということで、ラインナップも相当いいものではないかと思います。はい。ヒャド耐性 S。はい。ヒャド耐性 S とマシン特攻 A ですね。はい。守備力 S とギガソードと斬撃耐性 A。はい。はい、ギガソードとヒャド耐性 A。はい、ランドインパクト。はい、ジバリア残体 A、マシン特攻 A。はい、斬撃耐性 A とジバリア残体 A。はい、マシン特攻 S、斬撃耐性 S、ギガソード。はい、斬撃耐性 S とギガソード、守備力 A。はい、まあ、ラインナップはさすがですね。ランドインパクトとマシン特攻 A。はい、マシン特攻 S と斬撃耐性 S ということで、まあなかなかの感じでしょうか。まあジバリア残体 S とかね、なかったですね。ちょっと欲しかったんですけど。まあということで、お別れいきます。はい、10匹、お別れです。お、斬撃耐性 S、2個目ですね。あとは守備力 S、もう1個いただきました。ありがとうございます。まあこれね、壁につけると、まあ強くなりますからね。ギガンテスにね、つけると、ね、
まあ、あえて壁がつなぐりするとかいうところもありますので、はい。まあ、良かったと思います。ギガンテス良かったですね。はい。というわけで、もう一回ギガンテス10匹お別れしていきます。まあ、ギガンテスはね、もうとにかく宝の地図で大量にね、遭遇できますね。はい。ということで、見ていきましょう。ラインナップ。守備力 A。はい。マシン特攻 S。まあ、これはいまいちですね。斬撃耐性 S。はい。A なし。A なし。珍しいですね。ヒャド耐性 A。守備力 A。はい。斬撃耐性 S。はい。ヒャド耐性 A。はい。ギガソードとヒャド耐性 A とジバリア残体 A。はい。ランドインパクトとヒャド耐性 A ということで、まあ、ちょっといまいちかもしれないですね。まあまあいいでしょう。とりあえずお別れしていきます。はい。どうだ。はい。斬撃耐性 S 連続できましたね。はい。ということで、まあ、今回ね、なかなかラインナップとしては良かった。まあまあまあ、結果としてはね、まあ結構良かった方かなと。ラインナップがね、ちょっといまいちの割には、はい、まあ、最後のね、ギガンテス、ね、守備力、S も抜けたし、斬撃耐性 S もね、連続で抜けましたね。まあ、ヘルクラウダーから守備力 S も取ったのかな。はい。まあ、などなどですね。まあ、そこそこ、まあ、良かったんじゃないかなとは思います。まあ、未だにね、素早さ S の継承玉は抜けませんが、まあ、いつかね、ちょっと、はい、継承玉ゲットしたいと思います。というわけで、ちょっとね、長々とした動画となりましたが、最後までお付き合いいただきまして、どうもありがとうございます。はい、そんな感じで今回は終わろうと思います。ではまた、おつ！